マイケル・ウィナーは、イギリス出身の映画監督、映画プロデューサー。編集技師として、アーノルド・クラスト、または、アーノルド・クラスト・ジュニアの名義を使用することもある。ロンドンのユダヤ系の裕福な家庭に生まれる。父親は、ロシア系。母親は、ポーランド人。ケンブリッジ大学のダウニング・カレッジで学ぶ。学生時代から雑誌にコラムを書いていた。BBC に入り、 テレビ番組のアシスタントディレクターとして業界入りし、1960年に監督としてデビューする。チャールズ・ブロンソン主演の映画、チャトズ・ランド、メカニック、狼よさらば、ロサンゼルス、スーパーマグナムなどで知られる。ほとんどの作品で監督と制作を兼務するほか、司会殺人事件のように脚本まで手掛けることも多い。21世紀に入って、以降は、 映画監督としての活動は少ないが、イギリスのテレビ番組や広告に出演したり、長年、サンデータイムズが見に、レストランの批評を執筆していることでも知られた。2013年1月21日、ロンドンの自宅で死去した。77歳坊津、ありがとうございます。